とイマルは、年貢米の陸用地である河川、港の近くの都市に居住し、運送、倉庫、委託販売業を兼ねる組織、門とも呼ばれる。平安時代後期から鎌倉時代頃に組織され、取り扱うのは主に荘園からの年貢米。その由来については、不明な点が多いが、荘園にあった那市所や木守りなど、物資の管理に従事していた人々がその物資を、 輸送する業務を行ったり、反対に、河川や港で物資の輸送に当たっていた、門職と呼ばれる人々が、物資の一時的な管理業務に当たるようになったりしたと、考えられている。鎌倉時代末になると、問丸は、港湾や省園を所有する領主に連続して、仕事をするだけではなく、その港湾を利用する他の領主の要求にも応じ、年具米の輸送管理を引き受けて領主への連続を、 出したまた、馬車区などの陸上輸送とも連携、統率するようになり、仲介業者、または運送業者として独立した地位を築くようになる。また、両種の依頼を受けて一種の積船を徴収するものや、両種の保護を受けて単独もしくは、複数の問い丸とともに、座のような組織を結成して、現地の流通に関する独占的権利を確立して、 公安支配を確立した者もいた。後には、様々な展開を見せ始め、一般の商品も取り扱うようになって、室町時代には問屋へと展開するものや、逆に独占的支配の特権によって、他者の流通を妨げる存在に成長したために、戦国時代後期に入ると、諸文所在さえ不可言うのこととした、楽一。 落座政策によって同じく独占的な要素を持つ流通組織と見られた座とともに解体に追い込まれたものもある。背景として中世後期に流通機構の文化が進んで流通、輸送における段階的分業が進んだ影響が大きいとされている。その中で総合的な流通管理を断念して問屋や輸送業者、商人宿など、 文化の一翼を担う存在になった者には、規模は縮小しても生き残った者が存在し、反対に、従来の特権を維持しようとした者は、大量の物資調達を必要とする、戦国時代という状況下において、全国市場とのつながりを試みる、領主権力との摩擦を生み出して解体させられることになったと考えられている。ありがとうございます。